山田和夫10月19日から1991年8月13日は日本の指揮者、作曲家。本名は和夫。和夫、夏生を経て1968年に和夫と改名した。山和夫さんの愛称で親しまれ、朝日奈隆らと並んで日本のクラシック音楽界を支えた指揮者であり、作曲家。東京芸術大学名誉教授、東京府生まれ。 学習院中等科2年の頃にピアノを独学で学び、作曲にも熱中した。学習院高等科へ進学するも、東京音楽学校への進学を志して休学。1931年に東京音楽学校ピアノ科首席卒業の後、研究課程に進み、卒業後は同校で教鞭を取るようになった。在学中からクラウスプリングスハイムに指示し、作曲を学び、 作曲関連の各種の賞を獲得。また、1939年には、安倍孔明、小倉明らとともに、自作や現代作品の演奏をメインとする音楽集団、プロメテを結成した。指揮活動は、1935年にヨーハのラジオ放送で自作を指揮をしたのが最初であり、ジョゼフ・ローゼンストックの下で研鑽を積んだ後、百四十一年九月に、 新興協楽団の補助指揮者に就任。直後の太平洋戦争開戦で、ローゼンストックの活動に制限がかかり、まず地方公演をローゼンストックに代わって指揮をするようになり、ついで1942年には、共演者とのトラブルで期限を損ねて、しばらく休養することになった彼の代役として、ローゼンストックが出演をキャンセルした残りの定期、演奏会の指揮を、 小高久忠だと共に引き受けた。新京が日本交響楽団に改装後、小高と共にローゼンストックを支える立場の専人指揮者となり、3人で日教の指揮台を守った。1944年に召集令状が来るがすぐに除隊。翌1945年には満州国に渡り、新京やハルビンのオーケストラを指揮した。 ソ連軍が満州に進行する数時間前に天馬戦で大陸を脱出し帰国した自作を含むピアノ演奏も行っており式デビュー以前は進行協楽団でオーケストラ内のピアノパートを頻繁に受け持っていたこの時代オケカは奏者の不足していたハープのパートを代奏することが多くそれが転じて自身もハープに興味を持って習得し1940年の 紀元2600年記念演奏会にはハープ奏者として加わっている。晩年までパーティーの余興などでハープを披露することがあった。日本に引き上げ後は以前と同様に日経の式台に立ったり、時間的な余裕が生まれたため作曲の筆を再開したりした。1949年にはマーラーの公共曲第8番、1000人の公共曲を 日本初演するなど順調な活動を続けていた。ところが、1951年に日教が NHK 交響楽団と解消される際、常任指揮者として来ると別が迎えられたことにより、山田の立場は影が薄くなり、やがて山田は N 教とは距離の置いた活動を繰り広げることとなった。まず大阪に移り、NHK 大阪放送還元楽団の指導に当たり、 ついで1956年には日本放送の富士製鉄コンサート用オーケストラである NFC 公共楽団を組織した。1960年から首都圏へ戻り、手始めに東京公共楽団、1966年から日本合唱協会、1968年から群馬公共楽団、ついで1972年から 京都市公共楽団の各音楽監督等を務め、1977年からは、新生日本公共楽団の顧問となるなど、多くのオーケストラとの共演を重ねた。1985年2月の N 京定期公演で、病気で出演キャンセルしたオットマール・スイートナーの代役として、渡辺明夫と共に出演し、18番のモーツァルトの公共曲第38番、プラハと、 マーラーの公共曲第5番を指揮した。山田が N 教の定期公演を指揮したのは、これが最後となった。N 教の定期への登場は、これ以外では1976年に一度あるのみで、ある。ただし、定期以外の放送枠、例えば NHK 総合テレビの30分番組、プロムナードコンサートでは、1960年代から N 教で頻繁に通俗名曲を指揮していた。 1978年から1979年にかけて藤沢市の企画で4夜にわたる山田和夫の世界コンサートが藤沢市民会館で開催され、第1夜はブラームスの合唱曲と公共曲、第2夜はシェーンベルク、ミキミノル、メシアンの現代音楽、第3夜はモーツァルトのセレナーデや公共曲、そして第4夜はマーラーの 1000人の公共曲を山田が指揮した。還元楽は、第1から2夜が新日本フィルハーモニー公共楽団、第3から4夜が東京都公共楽団であった。1990年から翌1991年にかけて、楽団生活50周年を祝う各地のコンサートに、出演、札幌公共楽団のベートーベンシリーズを指揮。 1990年11月26日の N 教での祝賀コンサートが山田と N 教の最後の共演となった。1986年洋楽界への貢献に対して日本芸術印象を受賞した。教育者としては東京芸術大学音楽学部指揮科の助教授、教授、非常勤講師として同僚の渡辺明を金子のらやと共に後進の育成にあたり、 その門下からは、石丸博遠藤正久、矢崎彦太郎、小林健一郎、小泉和弘、手塚幸則らを輩出した。晩年は、アマチュア演奏家の指導にも心を注ぎ、1979年から1988年にかけて、新公共楽団を指島アーラーの公共曲全曲演奏を果たした。1991年7月に、 神奈川フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督に就任したが、わずか1ヶ月後の8月13日に休成した。山田の指揮スタイルはかなり個性的であり、晩年になっても変わらなかった。例えば、ベートーベンの公共曲第6番、田園の第一楽章を、指揮棒を激しく震わせて指揮した。指揮台でジャンプすることでも有名で、若い頃は数十センチほど飛び上がることができた。 ジャンプの着地に失敗して、舞台下まで転げ落ち、指揮をしながら這い上がってきたという逸話もある。千人の公共曲初演では、ルパシカのような舞台衣装を身にまとって、指揮をしたりもした。ナイーブな性格で、練習では、非常に口やかましかった、繊細な神経の持ち主だったが、弟子には相当な愛情をかけていたという学員たちの回想もある。現代音楽にも造形が深く、 オリビエ・メシアンや松下真一も演奏することができた。晩年には40歳ほど年下の南里氏の新作を指揮している。指揮者としてのイメージが大きいゆえ、山田にもかなりの数の作品があることは見過ごされがちである。現在では演奏される機会は多くはないとはいえ、録音も少なからずある。なお、一部作品は楽譜が散逸している。ウィキメディアコモンズには、 山田和夫に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。